ベルモントステークスはアメリカクラシック3冠の3冠目としてニューヨーク州にあるベルモントパーク競馬場のダート1マイル1-2で行われる競馬の競争である。アメリカンジョッキークラブの初代総水であり第1回が開催されたジェロームパーク競馬場の創設にも関わったオーガスト、ベルモントからこの競争名が付けられた。 例年6月の第1土曜日、プリークネスステークスの3週間後に行われる。出走条件は3歳限定だが、ケンタッキーダービーやプリークネスステークスと同様に、馬の出走も可能である。距離については何度か変更されているが、1926年から現在の12ハロンに固定され三冠競争で、最長距離であり、テストオブチャンピオンという異名がある。 大半の出走馬にとって初の長距離戦であり、セクレタリアとの31番審査を始め大い差で決着することも少なくない。競争の前にニューヨークニューヨークを観客全員で歌うのが習慣となっている。優勝馬にはホワイトカーネーションの例がかけられ、優勝馬のオーナーにはティファニーによってデザインされた銀製のトロフィーが贈られる。 ベルモントステークスが創設されたのは1867年のことで第1回はニューヨークのブロンクスクにあったジェロームパーク競馬場において開催された。これはアメリカの三冠競争では最も古い創設であり、現存する北アメリカの競馬競争においても4番目に古い競争でもある。競争名は開催資金を提供したオーガスト・ベルモントにちなんで名付けられたもので、 ベルモント自身も同競争に何度も参加し、1989年にフェニアンという馬で制覇している。創設当時の思考距離は1マイル後、8で、また右回りの競争であった。ジェロームパークにおいてのベルモントステークスの開催は1890年までで、翌年以降は近隣のモリスパーク競馬場に開催地が移された。モリスパーク時代の1895年、 ニューヨーク州では、ブックメーカーの締め出しを目的として、競馬産業に対する新たな法規制が検討されていた。このため、モリス・パークは1895年のベルモント・ステークス開催を休止する予定を立て、下記の競馬場の運営権を別の団体に貸し出してしまった。結局、モリス・パークは運営の危機を免れたが、同年のベルモント・ステークスは、 例年からかなり遅い11月2日に行われている。1905年にロングアイランドにベルモントパーク競馬場が開設されるとベルモントステークスの開催も同競馬場に移された。1963年から1967年の間は工事のため明けだくと競馬場での代替開催となったが、それ以外の時期はいずれもベルモントパークにて開催されている。 1908年、ニューヨーク州において、賭博関連の規制を強化するハートアグニュー法が成立し、1911年に発行した。これによって、競馬を含む賭博行為が禁止されると、ベルモントパークも平常を余儀なくされ、ベルモントステークスも1911年、1912年の2年間休止している。1921年にコースの集会が左回りに、 変更、1926年から距離が1マイル1、2に改められ、以後この条件が定着した。優勝者に贈られる、オーガスト・ベルモント・トロフィーもこの年から始まった。トロフィーの頂点は、オーガスト所有の元同競争を制した、上述のフェニアンの像が乗り、器を、下から、エクリプス・ヘロド・マッチェムの三大機関守母場の像が、支える構図になっている。 1930年にデイリー・レーシング・フォーム氏において、ギャラント・フォックスが3競争を制したことを3巻と表する記事が掲載されたことを機に、アメリカクラシック3巻の認識が固定化された。以後、2019年まで3巻競争の最終戦として施行され続けた。2020年は COVID-19 の影響で、ケンタッキーダービート・プリークネス・ステークスの開催が飽き、 シーズンへ大きくずれ込むことになった。これにより、ベルモントステークスは三冠競争の初戦として試行することになり、距離も1マイル1、8に変更された。各回競争結果の出展。ありがとうございます。